JA 越後中越が企画し、米の流通業者や消費者などが招かれた米の現況報告会。 JA 越後中越管内のコシヒカリの一等米比率は例年 80% 台を維持してきましたが、今年はわずか 1.1% に。一等米と三等米を並べると、見た目では三等米の方が高温障害を受けた白い濁りのある粒の割合が多くなっています。粒自体はさ、例年に比べて大きさってどんなもんだ？大きさは、さほど変わりないですね。はい、この粒は変わりない、はい、ただ白いだけですね。現在参加者の皆さんは米の見た目について議論をしているんですが、ここからはこちらの食味の測定値で米の味を見ていきます。美味しさを数値で示す食味分析計に三等米を投入。タンパク質が、5.3%、 アミロース 15.5%。 三等米もタンパク質、アミロースともに美味しいとされる数値を満たしていました。実際に一等米と三等米を食べ比べてみると、はじめに一等米のおにぎりです。粘りが強いですね。甘みも後から追いかけてくるようです。続いて三等米は、むしろ弾力を口の中で楽しめるのは三等米の方かもしれません。甘みも違いはほとんどないですね。参加者も味に違いがないか確かめます。味は変わりないですね、最初に三等米食べた時すっごく甘い、甘かったですよね。本当に甘みが口の中に残るんですよ、食べた。本当に差がなく、ツヤもあって粘りもあって、本当に食味としては本当に変わらないんだなというのが本当によく分かりましたので、これを今度いかに消費者の方に我々はどうやって伝えていくか。米の流通に携わる男性が話すように、今後の課題は等級が落ちても味に変わりはないことをいかに消費者に伝えるかです。心配なのは消費者の不安とか、おいしくない、等級下がってるかおいしくないんじゃないのっていう、そういうところが一番心配なんで、消費者に向かってのアピール、食味が変わりないっていうことは、いつもの年以上に取り組んでいかないとダメだなというふうに思います。